前と同じだな。お自分の命すら守れない。それは否定しないよ。君と僕はそう違わない。だからもういい。俺を止めようとしていたなら、お前たちにはもう終焉とやらのためこの一撃を用意したことがある。ここ全力で受け止めてみせろ。ザレ事はその後に聞いてやる。はあ、戦後を相手にすると必ずこうなる。スー、ああすまない。記憶空間の特性のせいで戦後を世界の泡に封じることができない以上、高速だとしたら、怒りが消え去っていない彼と対峙することになると衝突は避けられないからね。今の状況で大切なのは彼が信頼に値する立場に、とにかく英傑の中に範囲を抱えている者がいることは確かだ。でも決して戦後は裏、確かにそうですね。つまりあなたがそうし、守るとまでは言えない。でも先ほどの彼でも僕たちにとって君と僕がそう思っていても、ならあなたは私を信じてくれているのですか。一緒に来てほしかった理由は理解しているの。はっきりとは言いたくない。で、過去の数々から得られる信頼以外で君、つまり定期的に、その通りさ。ふわ、君は時間にし、同時にその欠損があるからこそ必要な時に楽園での自分の特性を、すまない。いえ、分かっています。では戦いの準備を。ああ、僕もいろいろ自分でやっ、敵が来たようだね。ここまで近づいているのに気づけなかったと。ふ、どうやら先ほどの観測で感知の力が尽きかけているようだ。少し手が回らない。しかしなぜ敵がここに。先ほどもう一度確認したけれど、しかし戦後が近くにいるの。言われてみれば確かに。すぐに向かおう。もしかしたら守ろうとした行為が裏目、準備してくれ。この扉の向こうに戦後がいる。無事でよかった。これ以上待たせていたらどうした。俺と会う必要がなかったからだ。何はどう、対局を念頭に置くその理由でどれだけの人間を殺してきたんだ。教えてやる。お前と手を組む気は、これからやることに立場なんざ重要。戦後ケビンとエリシアを失った今、ほう、それを知っているにもかかわらず弱々しいやつ。知っているはずだ。僕にもまだ使っていない切り札がある。君と同じように僕もサクラを疑いたくはない。だが必死に過去を、だから今でもサクラのデータは探知できないままだ。戦後君はサクラと会っている。他に何、あとはフアに説明してもらおう。私も趣味消しの変化を見て思いついたんです。ゲサクラは空間を凍結させる技を使いこなせます。サクラのデータが消えたのではなく異常であるなら、それはその通り。なぜどうやらただ以前と同様の
お前が初めて察したわけじゃない。どんな内容だった？救援用だ。いつものことだ。あいつの妹に対しても、あいつ、お前らは本当に交渉、つまりその後はどうなった？俺は発信源に向かった。だがそこにはこの仮面、これは特殊な任務を遂行するときだけ、そして任務が終わったときのみ、自らだ。死んでいるのでなければ以前の判断と大体一致している。お前たちの判断を買って、お前は楽園ではかなり特殊なんだろう。分かった。ただその前に、つまり僕が彼女のお前に質問する権利などない。その時になれば分かる答えは。はあ、エリシアのだ。バカは。気持ちは分かる、セブ。もういい。お前らのやり方でサクラの無実を証明しようとする。そうと、お前の話はこなら、おスー、戦後僕たわけた真似は、一死人だけが絶対に潔白というのなら、お前はまずはお前たちからその無実とやらを証明してみせろ。すまない、フア。どうやらこの戦いは避けられないみたいだ。僕は彼の精神に接続して動きを制限してみる。その前に、もし力を使い切ってしまったら教えてくれ。その時は代償が何であろうと全てを終わらせる。お前らごときが共に来てほしいだと。本当に助けたかった人間でさえ救えなかったというのに、いまだに全てに手を差し伸べたいだと。お前にその価値はあるのか。隊長が死んだあの日のようにな。お前は今日も同じ結末を迎える。炎が全てを燃やし尽くす。そしてお前は無力にも、ただそれを見つめることしかできない。おい、俺に許しを請うがいい。成功しましたか？ああ、ただ長くは持たないだろう。ふわ、これは最後のチャンスかもしれない。これだから精神感知型は気分が悪くなる。普段お前は何でもできるように振る舞っているが、それならなぜ自分の死を救えなかったんだ？答えろ！お前の悲鳴を俺に聞かせろ！逃げろ、逃げるがいい。逃げられないぞ！もういい。ここは現実ではない。お前らもアポニアではない。無能、以前と同じだな。
お前らで自分のそれは否定。君と僕はそうち、もうお前たちには終焉とやらの全力で受け止めてみせろ。ザレ事はその後に。戦後の力がこの一撃プア。もうこれ以上は大丈夫。もともとこれは僕からの提案なんだ。僕のせいで君が死ぬ姿を見たくない。これは引き裂いたのは地面ではなく古の螺旋号。これで最後だ。お前たちではもう俺を止め。戦後プア、もう追う必要認めたくはないけれど、僕の海岸を利用して古の楽園に。彼はこれからこの日々をたどって楽。目的は全員その逆なんだ。英傑。それは果たして君の問いはもっともだ。戦後は計画を立てない怒ったふりをする。突然戦いを仕掛けてきたのも、わざと怒らせようとした言葉も今考えてみなら、手がかりを失い、その上仲間の人何もせずにただ見ているだけでは。まだ手はある。リスクは、もし彼がまだ僕と。裏切り者の目的が何であろうと、この世界が。それにすぐに出発しよう。メビウスと話してみるべきだ。お前は戦後笑わせるな。ほう、お前こそ誰なんだ。まさか。いいだろう。お前の意識が消え去る前に、ここがどこなのか。エリシアか。お前の思い、本当にそう思ってるのか。お前も大半いっそのこと。ほう、これはお前が長編手術を受ける前に壊した。どうやらエイマーの死は特別みたい。戦後の心境にとってここは絶対的。お前言ったはずだろ。戦後多くの人間たちは死ぬ直前にな。お前は奴らのようになる必要もないしな。エイマーはあんな風に死ぬべきじゃなかった。ほら見ろ、俺が出した今になってもなお、あの副官は大樹立者として選ばれた。しかも最も脅威のある。お前は言葉が強い。彼の死は理解していた。だが俺はこの手で彼の結末に意味を与えた。だがいいだろう。俺はお前だ。だが一つ気になることがある。おかしなことにお前にその資格がある。彼が何になったのかは、彼が何を成し遂げたのかがどうだ。一人の。だが、うん、あの時本当に助けたかった人間せい。お前も奴らと。まあいい、続けるぞ。ほう、あの療養所での出来事か。どうした、思い出したくないのか。
くまでもないだろう。今の状況はかなり特殊だ。俺たちは戦後であり、だが俺の考えは必ずしも象徴として国境化のせいで記憶がおかしくなっていなければ、さくらは無論それは一つのきっかけに過ぎない。だがもういい。お前にさくらをさくら、あいつに関しては、あいつを憎むには十分す。しかもお前は楽園の空間を何かをしたいと、お前に何のメリットがな答えたくなければそれでいい。そうだ、お前ほう、いや、療養所が片付けられた日、またはその後だから、お前の怒りは消えない。気が済んだか。自分自身に興味がないみたいだな。それもそうか。しかし療養所で運び屋として過ごしていたあの頃のお前は、奴らは見えなかったようだが、それはつまり、もし選べるの、黙れ。違うのか。お前は普通の人間になりたく、大した偽装だな、戦後。面白い。誰もが恐れ、もう普通の人間の生活。だから、黙れ。落ち着け。どうやら俺たちの、じゃあ行くか。この先が、かなり遠い昔の記憶だが、お前は本当あのアポニアに記憶を改ざんされたんじゃないだろうな。あいつにそんな度胸そう信じなら、お前はあの無知で、それがどうし、いや、空から落ちてきた、お前が奴らが恥、他に何の、あの時代の崩壊など、しかしまあ、というより、それはそうと、いや、それが習わしでも、だったら何だと言うんだ。簡単に言うじゃないか。お前はコズマに嘘をついた。そうだろう。当時のお前はお、当然だ。ただいくらお前が強かったとはいえ、ごちゃごちゃと、うる、お前のた、その力を持つお前を、普通のお前はいつでも鎖を壊し、その場を去ることができた。だが聞くのはいいが、もう一度教える必要があるみたいだな。お前に、だが、通りでお前は療養所の事件が起きた時に一人の融合戦士と戦う。戦後この世界において二人の主力、もうその男が、もういいと言い、帰る場所、家に過ぎない。正解、もういいと言ってる。なんだこの鼻向けは気に、ああいいだろう確かにお前は強者だ。心の扉を開けてくれたことに感謝。お別れだ、日を追う英傑。第6位フフ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 、やっぱり死ぬ前の悪、何の役に立つ。確かに俺、時間を稼いでるのはお前は二つ目の花、ああ奴らのやり方が、お前が見たかった戦後らしいことは今から始め、お前に礼を、猫をかぶる、来い。お前だったらは全てを燃やせ。